皆さんこんにちは、小場翔です。田村です。はい、今日のテーマなんですけれども、2023年度入試はこうなるということで、まあ、女子枠の特別選抜とか、あとは情報系学部の新設なんかが相次いでいるよということで、ニュースを取り上げていきたいと思います。はい、ヤフーニュースの記事を概要欄にリンク貼っておきますのでご覧ください。ちょっと記事長いんで、ちょっと抜粋しながらお話したいと思うんですけれども、2022年の4月の高校入学者から、まあ、新学習指導要領に切り替わったということで、まあ、この辺の話はね、動画でも扱ってるんで詳しく深掘りませんけれども、結構新しいね、まあ、こう教育体系みたいなものがスタートしているということでございます。はい、で実際ですね、国立大学協会というところがあって、国立大学がね加入している協会なんですけれども、そこによると、特別選抜による入学者を全体の3割にするとしているということですね。すでに東北大学のように3割以上を総合型選抜で募集している大学もあります。2023年度には岡山大学が一般選抜の後期を廃止して特別選抜に移行するということだそうです。よゼミの方がこんなことをおっしゃっています。後期は前期と同時出願で、前期の合格者は原則として後期を受けません。まあ、大概の場合そうですね。そのため後期は実質倍率が下がるのですが、つまり実際こう、まあ、出願はしていても受けに、合格している人は受けないからね、受けに行かないということですよね。はい、近年は受験人口の減少で前期の志願者が減っているため、後期の倍率が低い大学が増えていると。今後はですね、低倍率な後期を維持するよりも特別選抜に切り替える大学が増えるでしょうというコメントを出されています。なるほど。まあ、実際ここはだから結構二極化しているという状態もあり、やっぱり人気の皆さんが行きたいと思うような大学の場合、やっぱり後期って前期ダメだった人が集中してね、受けに来るので、まあ、意外と倍率は実質倍率だとしても結構高いケースは多いんじゃないかなと思います。そうですね。例えば関東なんかでもやっぱ横国の後期なんてすごい倍率じゃないですか。高いですね、ここは。はい、うん、なので、まあ、一概にね、まあ、このコメント通りはないんですけど、まあ、そういう見方もあるぞということだと思います。なるほど。まあ、岡山大学なんかはもしかしたらそうなのかもしれません。はいはい、理系の大学や学部には募集団が小さな理系の女子受験生の獲得も長年の課題になっているということなんですね。2022年度は奈良女子大学が高を新設、多分高って工学部のことかな、もしかしたら5時かもしれないですね。全校期合計の募集人員が27人のところになんと228人志願者が集まったそうです。ほう。はい、2023年度には名古屋大学工学部の電気電子情報工とエネルギー理工の2つの学科が学校推薦型選抜で、定員の半数を女子枠で募集すると言ってますね。なるほど。はい、2012年度、まあ、約10年前ですね、入試では九州大学が一般選抜の後期で国立初の女子枠を設けたということですね。で一方でただこれに対しては、まあ、男子差別だと抗議を受けて中止した経緯があるということですね。まあ、今じゃあ時代ではどうなったんだろうかということでございます。はい、これもですね、よゼミの方がコメントを出していまして、今は複数の大学が学校推薦型や総合型選抜で女子枠を設けています。一般選抜は完全な公平性が求められますが、特別選抜は大学が求める人材獲得が許容されます。東大の学校推薦型選抜で男女2人ずつの制限を設けているのも女子学生が欲しいからですということですね。なるほど。まあ、実際その男子の枠と女子の枠を、まあ、どういうふうに捉えるかというところについては、いろいろ意見はあろうかとは思います。はい、またちょっと今回はちょっとこれをね議論する場ではないので、まあ、そういうことは一旦置いといて、まあ、女子枠みたいなその今までにない枠が増えてきているという、まあ、そういうふうに現象として捉えていただければと思います。はいはい、あとはですね、例えば他の、ね、大学でも生徒を、ね、より獲得するための追い風にするためにキャンパス移転を行う大学もあるそうです。例えば、まあ、細かくはこの記事読んでもらえばと思いますが、広島大学ありますね。あとは例えば中央大学もね、キャンパスを八王子の方から茗荷谷の方に移転したりする部分が法学部ですけどもあったりします。はいはい、あと法科大学院もねやったりするということで、まあ、こういうねキャンパス移転とかで、まあ、都心回帰みたいな形で、まあ、やっぱりこう生徒さんの立地ですよね、そこを重視する傾向というのに、まあ、マッチさせようというところもあるそうでございます。そうですね。はい、でさらにですね、もう一個の傾向、情報系の話ですね。2023年度は受験生に人気が高く、日本は遅れているデータサイエンス分野に力を入れる大学が増えていることも特徴ですと。内閣府がまとめた AI 戦略2019では全学部生が基礎的な情報リテラシーを身につけることを求めているそうです。まあ、実際もね、今情報っていう科目が必修になったりとか、特に必修になってるんですけど、2025年度入試でいいのかな、今の1年生の子たちが受ける共通テストから情報っていう科目が登場するなんていうのも皆さんも知っていると思います。そうですね。あとはね、やっぱり有名どころで言うと、2023年度からは一橋大学がソーシャルデータサイエンス学部を新設し、社会科学の観点からデータサイエンスを駆使する人材を養成するということでございますね。はいはい。まあ、研究重視の東大に対して
生、実践な学問を重視する一橋大学らしい学部だというふうに、さっきのヨゼミの方もおっしゃってるそうです。あとはですね、今、データサイエンス系で主な学部っていうのを記事で上げてくださっているので、まあ、ぜひ見てみてほしいんですが、まあ、一部ちょっと取り上げると、名古屋市立大とか、東北学院大とか、亜細亜大学、東京都市大、あとは、京都女子大、あと、木更津大学とかかな、まあ、そういうところがありますよということですね。はい、まあ、あとは普通に有名なね、横市とか、まあ、滋賀とかね、まあ、その辺も当然扱っています。まあ、いろいろ調べてみてくださいね。はい。はい、で、まあ、学生の獲得に向けて、まあ、様々ね、大学が工夫を凝らしているぞということが、この記事に書いてあります。はい、まあ、細かい話はね、改めて記事を読んでみてもらえればと思うんですけども、まあ、ちょっとここからね、まあ、僕の意見をちょっといくつか話をさせていただこうと思います。はい。で、やっぱりまずですね、その大学側が何を考えているかというと、やっぱり一番は、その大学の経営的な存続なんですよね。そうですね。はい。ってなると、やっぱり、こう、志願者がたくさん来てもらうと困りますと。うん、まあ、少なくともちゃんと定員に、まあ、充足しないとですね、まあ、大学としても質の高い生徒を取ることができないので、まあ、手を変え品を変えですね、いろんな方法で要は高校生を今ね囲い込んでるという状態だと思うんですね。なるほど。はい、でその一番やっぱ顕著な例がやっぱりこう私立大学というのは国立大学と比べても自由度が高いので、はい、例えばまあ指定校推薦だったりとか、まあ、栄養入試だったりとか、あとはこうスポーツ、ね、枠だったりとか、はい、まあ、いろんな枠とかその基準というものを設けて、まあ、学生をある程度囲い込み、うん、一般受験は一般受験で、まあ、やってない大学ってほとんどないと思うんですけど、まあ、一般受験はあくまで例えば学生の半分ぐらいを取る枠だったりとか4割3割を取る枠だったりするってことは、まあ、往々にしてあるんじゃないかなと思うんですよね。これはありますね、はいはい、ただなんとなく誰でもいいから取るっていうのだとやっぱりこう学生の質が担保できないっていう考えもあると思うので、そうするとやっぱり一貫教育ですよね、うん、例えば受験がないことによって受験勉強以外の学びっていうのを深められるという観点でいわゆるまあ継続校とか付属校ですよね、まあ、そういうところの導入も進んでいたりとか、まあ、あとはちょっとまあ複雑になるんですけど提携ですよね、うん、そのこの学校を丸々大学の継続校にしちゃいますよみたいな感じの動きとかっていうのも実際起きたりはしているかなというところでございます、はいはい、まあ、なのでですね、まあ、非常に何て言うんですかね、今大学側としては人を取るのに躍起になっている、うん、という状態なんですよ、うん、なので実際ね、じゃあ皆さんがそのどうしていけばいいのかって話なんですけど、やっぱりそのある程度ですね、その大学選びに対して妥協できる方、うん、例えばその、まあ、なんとなくマーチだったらどこでもいいかなとか、うん、例えばね、例えばこのぐらいの国立大学だったらどこでもいいかなとか、まあ、その妥協が可能な方は、まあ、正直そういう選抜の仕方で受けていくっていうのも一個だと思うんですよね。そうですね、うん、だから指定校推薦とかも例えばマーチどこでもいいってあれば、うん、その枠にさえ入ればいいので、まあ、結構その、まあ、学校に指定校の枠があればなんですけど、まあ、取ることができたりするわけですよ。確かに、うん、まあ、僕自身は指定校好きじゃないけど別に指定校使ってる人は何の、ね、あの悪いこともないですからね。そうですね、別に正しいことを正しいように使ってるだけなんでね、うんうん、なのでそういう使い方もあると。ただ例えばどうしても例えば明治大学の丸々学部に行きたいとかってなると、うん、なかなか指定校だと、まあ、一本釣りできなかったりすることもあるので、まあ、どっちかというとやっぱ一般受験枠に回らざるを得ないと。そうですね、でそうなるとやっぱり高い学力がどうしても求められますから、まあ、受験勉強を一生懸命やる必要があるのかなっていうふうに個人的には思いますね。確かにそうですね、うん、であとはやっぱり今後どうなっていくかと思うんですよね。やっぱりこれだけその AO とか指定校推薦とかあとは学校型公募推薦とかっていうのもいっぱい出てきている中で、うん、まあ、今やね総合型選抜と呼ばれてますけど、そういうものを使った子たちといわゆる受験勉強をこなしてきた子たちで、まあ、こう何か違いはあるのかと。確かにこれは気になりますね。 そこのなんかこう優位性みたいなものがあるのかっていうところが、うん、今多分あんまり見えてないと思うんですよね。まだ確かに導入されてからそこまで、まあ、20年ぐらい経ってるかもしれないですけど、多分ね研究が追われてないと思うんだよね。研究が追われてない、確かに。そうデータが追われてない、はいはい、でもしかしたら平均年収とかでとかってあるのかもしれないですけど、ただまあ平均年収が全てでもないしね。確かにそうですね。何の指標を持って一般受験してよかったかみたいなところあると思うんで、はいはい、まあ、そこは結構ね難しいとこかなと思うんですよ。一部記事だとなんか生徒の学校大学入ってからの成績で比較してたりとかそういうのは出てたりしますよね。そうなんですよね、うん、だから多分学力でいうとやっぱ一般受験の方が高いらしいんですよ、はいはいはい、東京理科大とかがいわゆる一般的なテスト、うん、英語のテストとあと数学かなのテストを普通にやらせてみた結果やっぱり一般選抜の方がダントツ成績が良かったっていうのは平均とってもねあるんですよ、はいはい、ただまた別の見方で以前もね確か記事取り上げたと思うんですけどサブチャンネルで、うん、早稲田ちょっと違うかもしれないですけど早稲田かどっかの大学で成績大学の成績で言うと、うん、その一般の子たちよりも推薦の子たちの方がいいみたいな。ありましたねこれは、うん、そうそうそう、うん、それまだ難しいよね。そうですね、
一般的にいわゆる学力ってものなのか、うん、その学校にちゃんと通ってレポートを出すとか出席をするとか、はいはい、テスト勉強をちゃんと、まあ、一夜漬けか分かんないけどしっかりして臨むっていう成績、うん、を重視するのか、これまた難しいところですよね。これ難しいですね、確かに、うん、でやっぱり僕の感覚なんですけど、もちろんね、例えばその、ね、主席とかってなれば別ですよ、はいはい、主席とかってなれば別だけど、例えばじゃあ学校の成績が、大学の成績が例えば上位3分の1ぐらいに入ってる人と平均の人、うん、多分結構その成績で言ったら違いはあるじゃないですか。そうですね、まあ、上位4分の1でもいいよ、はい、確かにそうですね、うん、じゃあ実際その人たちの頭の良さとか、うん、学力ってどうなのっていうと決してわからないですよ。確かにそれだとだけだと分かんないですね、成績だけだと。だからその例えばね、これが高校とか中学校だったら、その学校で勉強してることがそれなりに次の受験に使われるじゃない。そうですね、うん、特にまあ大学受験だとね、まあ、数学使わないとか理科使わないとかそういう人もいるかもしれないけど、まあ、中学校とかだとね、みんな大体5科目やりますから、はい、大体こう成績がある程度こう見えるじゃない。確かにそうですね。そうだ、明らかに例えばさ、学校の上位3分の1と、まあ、4分の1でもいいんだけど、そういうことを平均の真ん中の子で学力テスト受けても、まあ、逆転現象が絶対ないとは言わないけど、やっぱり基本的にはやっぱ上の方にいる子の方がいい成績出すと思うね。そうですね。けど大学ってじゃあその後どこかみんなでもう一回受験するのかとはしないので、確かにそうですね、社会に出ていくとかってなった時にどっちの子の方が社会的に成功するのかって言われると、うん、これまだ難しいところなんですよ。確かにこういった記事はまだ見かけたことないかもしれないですね。そうなんですよ、うん、でいう意味で言えばね、はい、そのまあ、すごいこれ悪い言い方をするけど、僕なんて東大の法学部の中で成績はかなり下の方ですよ。ああ、そう、なんかそう、もうこれでテストの前日なんか詰め込んだみたいなことをおっしゃってました、ね、そうそうそう、まあ留年次第で卒業したのが自分でも偉いなって思うぐらい勉強してなかったので、はいはいはい、本当に一夜漬けで乗り越えたんで、はいはいはい、あの成績自体は良くないですよ、はいはい、その科とか寮ばっかりで優はたくさんなかったですよ、はいはいはい、一方でじゃあ優たくさん持ってる子もいるじゃない。そうですね。でその子たちと僕、うん、ね、僕一人のあれだとおかしいかもしれないけど、まあ、僕でもいいし僕と同じぐらい成績悪かったやつもいるんだけど、はいはいはい、じゃあ今じゃあ社会に出てそれこそ10年経ちました、うんね、10年ちょっと経ってるんですけど、例えばどうですかね、じゃあ収入とか、はいはい、分かんないけどそういうところで言ったら、うん、まあ、どうなるんでしょうって感じですよね、まあ、小林さん経営されてるからやっぱ小林さんの方がちょっと小林さんだけで見ると、まあ、僕は特殊ですけど、でも僕とかと同じような成績あったやつも、はい、うん、確かに結構別に普通に大企業とか行って言ってるんですよ。確かにそうですよね。そうなんですよ。でも別にじゃあもう片方の子たちは、うん、ってもう当然大企業とか、うん、まあ、官僚とかなってるんで、はい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 、だからその別に、ね、僕らがすごいとか言いたいわけじゃなくて、うんうん、あ、変わってない感じなんですね。確かに就職活動とかで、まあ、一番、まあ、聞かれるときって学校の成績ってそんなに聞かれないですよね。志望動機とか、まあ、学知化、うん、いわゆる、まあ、学校生活で頑張ったことみたいな、うん、学業面以外でのことって聞かれること多いと思うんですけど、そうそうそう、成績自体に言及されることって少ないですもんね。そうなんですよ。別に成績取ることが無意味だという意見は全くないですよ、はいはい、それは自分が研究したいことを一生懸命勉強するんです、素晴らしいこと、うん、だからそこに関しては全然その僕なんかより成績良かった彼らの方が素晴らしいし、真っ当な学生だし、ね、税金投入してもらってるんですから、そうですね、うん、あの僕の方が邪道な人間だと思うんですけど、じゃあそれを踏まえてどうなのかっていうと、やっぱりじゃあ成績以降の方が絶対成功してるよねとは言えないわけですよね。確かにそうですね、一概には言えないですね、うん、そうそうそう、だからそうなると、まあ、またこれ難しいことなんですよね。じゃあ推薦で取ってる子たちの方が成績がいいから、その子たちを増やすべきなのか、うんうん、一般受験の子たちは学力がいいからそれを増やすべきなのか、うん、分からないという状態なんですね、まだ。確かにそうですね、うん、だからやっぱり今ね、一番大学がに大事に思ってほしいことはバランス感覚ですね。バランス感覚、はい、うん、というのはぶっちゃけ特に次第なんですけど、推薦やめろとか指定校やめろとか言っても仕方ないなって思い出してるんですよ、僕。はい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 、まあ、気持ち的にはさっきも言ったように、もうちょっとしてこの枠少なくてもよくねとか思いますよ、うん、思うけど、まあ、ギャンギャン言ってもしゃあない、うんうん、いろいろやってるんで、ただ極端なことをするとその後5年後10年後極端な結果が出てしまう可能性がありますよね、はいはい、確かに。例えばこの大学はみんな指定校ばっかりだから、うん、一般受験の方が受けたくない、うん、そうするとほとんど一般受験の方が受けなくなるみたいな、うん、もしくはすごく低い学力の人が来なくなる、うん、そうすると偏差値的にも見た目が下がるわけですよね、はいはいはい、ってなると、まあ、会社とかの人が学歴フィルターだなんだろうとかやりだすときに、まあ、ちょっとここなんか最近あんま良くない方しか入ってないっぽいからなんか弾くかとか、いや分かんないですよ、適当に言ってますよ、なるかもしれないですよね。確かにそうですね。そうだから今正直入ってね、あの4年後とかに卒業するような子とかには全然デメリットないと思うんですけど、うん、10年20年の単位で考えるとあんまり極端なことを大学側がやっちゃうと何か悪いことが起きてしまうかもしれないと。確かにそれはありますね、うん、思うので、うん、まあ、そこは大学側の方にちょっと注意してほしいから、やっぱりバランス見てね、うん、うん、あのやっていくことって意外とね、あの大事かなというふうに思いましたね。はい、はい、まあ、というわけでね、今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。